お？お？伸びるね今日も。はい、どうもこんばんは。口角和久でございます。やっぱ口角使うとね、そうなんですよ、顔がスリムに見える。こうすると顎は長く見える。はい、遊びじゃないんですよ今日は。今日はね、もうこれからの季節も大切な問題がございます。それがですね、生乾き問題。まあでもあれですよね、まあ、生乾きの匂いね、まあ、嫌いっていう方もいるかもしんないけど、好きっていう方もいる。いや、話が進まなくなる。まあ、生乾きってね、あんまいい匂いじゃないじゃないですか。特に私の、いや、臭くねえよ。うん。まあ、私はですね、もう生乾きなんかいたしません。うん。まあ、ただね、これから、まあ、6月ね、まあ、梅雨とか入ってさ、なぜ乾かないのかというと、湿度。あとですね、他にも、その他もろもろいろんなことがあるんでございますよ。というわけで、今回はですね、カズさんの生乾き対策、行ってみたいなと思います。まあ、まずですね、これはね、もう基本中の基本だから知ってるとは思うんですけども。はい、まずですね、これですね。当店ではですね、アタックを使ってるんですけども、ここでね、よく間違いがあるみたいですね。いや、これですね、ちゃんと分量書いてあるじゃないですか。まあ、ただね、私も以前そうだったんで、ですけども、まあ、洗剤をね、こんな感じでツルツルいっぱい入れとくと、よりですね、汚れが落ちやすい気するでしょ？間違いなんです。この洗剤がね、溶けきらないことがあって、それがね、匂いとか雑菌のもとになるみたい。だからこちらについてはね、分量しっかり守っていきましょう。まあでも今のはね、まあ基本的なことだよね。そんでこっからでございますよ。基本的に、まあ生乾きってのはね、まあ雑菌がね、増えちゃった感じね。うん、わい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 みたいなね。だからそれをね、どうやってね、抑えるのかというと、早く乾かせばいいだけでございます。まあそんでですね、まあいろいろ見えちゃってるんですけども、まあタオル的なもんで言うとね、まあこれはわかるじゃないですか。基本的に隙間をね、多く開ける。これ基本だよね。タオルでちょっと厚みあるとね、これ乾きにくくなるから、中にね、空気を入れるために、まあ二つのところにかける。まあこれ基本でございます。ただね、こういった衣類になるとハンガーにかけるでしょ。そういった時もね、またポイントがあるんですよ。まあ いろんなもん持ってるんですけども、まあ例えばこのハンガーでございますね。このハンガーのポイントはね、これ、そう、フック付きだからね、やっぱ今扇風機ねえな、使ってねえからな。扇風機とかね、使いながら、サーキュレーターね、サーキュレーター。使いながら、風をね、回しながらやると、すごくよく乾きます。ただね、風でね、ぐーと移動してしまって、まあ、横から見るとこうですよ。劇団スカッシュさんがこうやって近づいてきて、こう、くっつく。まあ、くっつくはくっつくでね、いいかもしんないけども、ここら辺がですね、乾かなくなるんですね。だから風で動かないですね。こういったハンガー方式はね、いいんです。まあ、ただね、その後ちょっとしたものを手に入れてしまったんですけども、次ね、いいなと思ったのが、こちらのハンガーですね。こちらのハンガーのポイントはね、こうね、中に入れて、こう広げるだけ。そう、この衣類のね、この首元に優しいっていうのがポイント。ほんで取り出すときはね、ここを押すだけで、スッと取り外せてしまうのもね、まあ主婦の強い味方なんですけども、これね、こうね、掴むことができないから風に弱いっていうのがポイント。そこでですね、本当にいいハンガーがないか探してみたらね、見つかりました、お客さん。まあというわけで、てれーんと、はい、こちらのハンガーになります。こちらですね、ポイントは、まあこうやってね、広がるのももちろんだし、何よりこれ、わかる？広いんですよ。だからですね、こうやってハンガーかけた時に、ここにね、空間ができやすくって、乾きやすい。またさらに言うとね、こちらのハンガーですね、これ、ほら、伸びるんですよ、これ。だからね、次、長袖あったわ、長袖あったわ。ちょっと、ね、長袖干す時にさ、よいしょ。こんな感じで肩まで入ってね、ちょっとがね、乾かしやすくなります。まあ、夏場ね、こういった長袖とか着ることないけども、なんかね、肩幅広い服とか女子結構あるじゃん。なんか、お、どんだけ肩出てんだよ、みたいな。それがね、フックに引っかかりづらいことがありますけども、これだったらそういったことが防げる。いや、これですね、何個かね、いろんなもの買ってみたんですけども、今のところこれがベストでございました。ポイッと。ただ、デメリットといたしましては、ここにね、ずっとね、ぶら下げとくんだったらいいけど、なんかね、積み重ねておくときに、うん、無駄にスペース取ります。結構厚みある分ね、そこら辺がね、ちょっと不便ですね。まあ、ほんでもう他にはですね、まあ、サーキュレーターっていうものもありますけども、やっぱね、除湿器。ほんでね、去年これ買ったモデルなんですけども、これ、象印さんのやつでございますね。象印の、なんかね、ちょっとかっちょいい感じのモデル。まあ、ただね、これデメリットとしてはちょっとがね、値段高いんですけども、見た目的にね、ちょっとがかっちょいいってのがポイントでございます。他のね、除湿器と比べて、いいかなーっていうポイントはあるのかもしれませんが、まあ、ごくごく一般的
的な除雪機と、まあ、そう変わりないかもしれませんね。ただね、風の方向がね、いろいろ変わるってのはポイントでございました。まあ、特にね、この子の、やっぱ除雪機ね、もしくは、エアコンのある部屋、エアコンのある部屋で、除湿モードでやるとですね、かなり乾きが違うので、皆さんもね、まあ、室内干しする場合はね、エアコンとか併用してやるといいかもしれませんし、あとね、今みたいなハンガーとか使うことで、生乾きをですね、抑えられるかもしれません。まあ、以上、こんなところですね、カズさんの生乾き対策でございました。